こんにちは、ブラックパレードの良平です。今回も始まりました。本日はですね、いよいよ FXR のエピソードとなるんですけれども、まああの後ですね、まあちょっと動画もねアップしてなくてね、どうなったんだっていうお声はねたくさんいただいてたんですけれども、まあちょっとねそのお話をちょっと今軽くしながら、今現在ねちょっとフューサーの方に向かっております。まあなんでかというとですね、車検が切れまして、実際もうあれ納車されてからですね、2年丸々経ってしまったということで、まあ今日はですね、今カニランをゲットしてきたので、まあこれをつけて、まあ今から車検をねとりあえず取りに行かないといけなくて、で、まあ、現状ですね、一応車両はまあおそらく大丈夫だろうというところまで来たので、まあ車検取って、あと最終まあ、フューさんの方で試乗していただければ、まあよしかなというところでございます。で、まあ、前回ねちょっと僕もどこまでお話ししたかちょっと覚えてないんですけれども、まあ去年の8月ぐらいにライザーマガジンさんの撮影があるから、なんとかちょっとフューさんに頑張ってもらおうっていう風になったんですけれども、まあ、エンジン開けてもらったところ、ピストンリングにダメージがまああってですね、でまあそれを交換したらまあよしだろうということで、まあそれを交換してもらって、なんとか撮影に頑張って間に合わせてもらおうとしたんですけれども、まあ結局ですね、まあそれでもオイルの白煙がですねちょっと収まらなくて、でじゃあバルブ周りかなということで、まあバルブのねシールがまあ S&S の付属でねついてきたものがあったので、まあそれに交換してもらって、様子見てもらったんですけど、やっぱそれでもですね、まあ、白煙がちょっと止まらなくてですね、でまあなんだろうねっていうことで、まあもう一回バラしてもらって、でまあヘッドの、まあおそらくそのバルブ周りだっていうことは断定できていたんですけれども、まあ原因が何かっていうことがちょっと分かんなかったので、まあ結局ですね、まあ内燃機屋さんの方に、まあバルブガイドを打ち替えるのか何かしなきゃいけないねっていうことが、まあ、あったので、内燃機屋さんの方に持ち込んでいただいてバラしてもらったんですよね。でバルブガイドのところを、まあ、バラして、まあ、ガイド抜いて、まあ、中を計測したらですね、なんとですねヘッド側にですねこういうふうに穴が掘ってあって、まあ、その中にバルブガイドが、まあ、ある程度の規定値があって、それをね圧入してあって、そこにバルブが入るという感じなんですけれども、ヘッドの方の穴がですね、まあ、入り口と奥とで、まあ、穴の大きさが違うと、いうことが判明してですね、なので、まあ、バルブガイドがちょっと、まあ、規定値より緩いで、まあ、それによって、まあ、そこからオイルがっていうことになっちゃってたんですよね。なのでこれもですね、まあ、正直、一応 S&S のエンジンに関しては、まあ、国内のね正規の代理店から買っているので、まあ、1年間の保証はねもちろんつくんですよ。まあ、ただ、まあ、皆さんご存知の通りですね、エンジンを買ってからはもうかなりの時間が経ってしまっているんですよね。なので、まあ、一応ね問い合わせしてお話しさせて、もらったところ距離も乗ってないしっていうことだったので、まあ、一応本国の方とね掛け合ってはくれて、まあ、本国もちょっと特例ではあったんですけれども、あの保証期間は過ぎてるけど新品のヘッドを送ってくれるっていう話になったんですよ。で、まあ、ただその代わりにもともとついてるやつを送り返してねとか、まあ、そういろいろあの話はあったんですけれども、ただまあ僕的にはですね、まあ、ヘッド待ってるのもまあめんどくさいし、たとえじゃあ新しいヘッドが来たところでそれがまた正しいものかどうかっていうのは正直分かんなくてですね、まあ、だったらもう内燃機屋さんの方でバルブガイドを作ってもらって打ち替えてもらった方がもう間違いなく確実だと。でまあ規定値よりもちょっと多少ね、まあ、S&S の規定値よりはちょっとタイトめに作ってもらうことによって、まあそういうところのガタっていうところも払拭できるのかなということもあって、でまあ今回はそのフューさんの方にお願いして内燃機屋さんの方で、まあ、バルブガイドを、抜いてもらって1回で穴を削り、まあ、ちょっと大きい穴を上げてもらって、で、まあ、それに合ったバルブガイドを作ってもらって、でまあやっとできてきたっていうことなんですよね。でまあそれ以外のところに関しては去年の段階でフューサーの方でも、まあ、ある程度チェックしてもらったり試乗ももちろんある程度してもらっていたので、まあ結構調子いいよっていうことを言っていただきましたので、先日ね、一応バルブあの新しいバルブガイドになってヘッド組んでもらって、で試乗しなきゃいけないんだけど、まあ車検がない切れてしまったということで、今回、まあ、僕は今から車検を取りに行ってですね、なんであとそれで試乗してもらって問題なければまあ納車ということになります。いやーもう本当に長いしお金もめちゃくちゃかかったし、まあまあいわくつきの車両ではございますが、まあここまで来たらね正直まあ僕も手放すわけにもいかないですし、まあかかった金額を考えてですね、まあその金額で売れるわけもないので、まあこれはもう本当に最後まで乗り潰すとか、少なくてもねしばらく乗ってからじゃないとさすがにちょっと手放せないなということもありますし、
まあもちろんそもそもね、自分と生まれ年の FXR ということで、購入してスタートしたプロジェクトでもありますので、ここはですね、やっぱりせっかくこんだけお金を使ってカスタムもしましたので、修理もしましたので、しっかりとですね、まあプロモーションだったりとか、まあ僕もね、やっぱり乗りたい車両ではあったので、しっかり乗って、まあまたそれでね、気持ちが変わればいいかなっていうところもありますので、まあひとまずね、まあ今から実際乗れるんで、まあそこはちょっとやっぱりちょっと楽しみではあるなっていうところでございます。なんでまあ今からちょっとフューさん行って、仮ナンつけて、車検のところ持ってってですね、車検取ってで、その後にですね、まあ実際、まあちょっとカメラ変えて、今回やったところをね、改めて皆さんにご紹介して、で、またちょっと預けてですね、また次回、納車ということに多分なるかなと思いますので、まあもう本当にね、ここまで来ると、次何が起こっても全然びくともしないんで、また何か起こる可能性はもちろんありますが、ひとまずちょっとこれでね、行きたいなと思います。で、まあこんだけね、いわくついてる車両なんで、まあ納車されたら速攻でね、近くの熱田神宮にですね、お払いに行きたいなとは思っております。ますが、はい、まあ一応ちょっとね、そんな感じではございますので、よければ最後までご視聴よろしくお願いいたします。じゃあ、フューさん向かいたいと思います。おしっぱでいい、というわけでですね、無事車検をとりあえず取得しました、ね、先ほどお話ししたみたいに一応まあ問題なく走る状態で、まあオイルもほとんど多分出てないと思うんでよっぽどいいんですけど、ただどうしてもね、多分前持った時にこのマフラーのね、サイレンサーの部分の多分グラスウールのところにオイルが結構残ってるので、それが多少多分出てきてる部分はあるのかなっていう感じでございます。はい、で、まあ乗った感じはですね、まあ、ブレーキ、リアブレーキとかもね、今回フューさんでかなりやってもらったんで、めちゃくちゃタッチも良くて、まあ、少しまだ、修正したいところはあるんですけれども、めちゃくちゃいいんじゃないかという感じでございます。で、まあね、前回からちょっと見てもらってると思うんですけれども、フロントフォークもね、ちょっと伸ばしたりとか、あとまあウィンカー類ね、ちょっと今回変えたりとか、ここにマウントしてもらう、ちょっと見えないかな、ここに、はい、ちょっと見えづらかったらですけど、とか、まあ、ハンドル変えて、レバーもね、ちょっと BP のプロトタイプに、交換しました。はい。で、アクリーナーカバーも BP のやつをつけましたし、あとはペグも BP のにつけて、で、リアのね、ウィンカーも、ここに、移植したりとかしたかなっていう感じですね。まあ、ほぼほぼはね、変わってなくて、今回はほとんど修理がメインではあったんですけれども、まあやっとこれでもう見えてきたかなっていう感じでございます。まああとは本当に数日間ね、フューさんにちょっと試乗だけしていただいて、最終チェックしてもらって、まあよっぽど来週ぐらいには乗れるかなっていう感じでございます。まあここからちょっとイベントがね、いっぱいあるんで、もちろんイベントにはね、どんどんこれ乗っていきたいですし、まあ奈良市はそんなあとちょっとで終わりぐらいの感じだと思うんで、まあやっとですね、本当に、まあでも本当にこのいい季節に仕上がってくれたんで、やっぱりね、この太陽の下で見るこのラメとかもめちゃくちゃやっぱり綺麗なんで、まあここはちょっとね、乗っていきたいなと思います。はい、というわけでですね、またちょっと PV 撮ったりとか、いろいろこの辺もやりますので、まあ、とりあえず今日はこんな感じで、まあ次はですね、おそらく納車ということで、走行動画もね、ちょっと合わせて撮りたいなと思いますので、ぜひ皆さんグッドボタンとチャンネル登録まだの方、よろしくお願いいたします。ぜひ次回の動画もね、楽しみにしていてください。はい、というわけで今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。